城下町にちなんだデザインの大宮立港ながら橋立港とは、岐阜県岐阜市のながら橋右岸のながら立港と左岸の大宮立港からなる立港。1959年の伊勢湾台風と、翌1960年8月の台風11号、12号による洪水時に、この箇所から溢れ出した水が、岐阜市内に一流、氾濫したため、その対策として立港が設置された。 商用電源、発電機により操作を行う大規模なもので、この他にも付近には大小約100カ所の立港があり、長良川右岸の宇か屋地区では、堤防本体6カ所、防水壁13カ所の計19カ所、左岸の川原町地区では、堤防本体5カ所、防水壁9カ所の計14カ所、合計33カ所の国土交通省直轄立港が存在する。 長良橋付近では、稼働と堤防本被下げの間の定外地に長良川、温泉旅館街や住宅地が広がり、それらは防水壁によって長良川と仕切られている。これら定外地と連絡するため、堤防本被下げに生活に必要な道路を切り通しを設けて通しているが、河川増水時には、洪水が市街地へ流入するのを防ぐために、それを遮断する必要があり、そのために、 大小様々な立候を設けている。大宮、長良の両立候は、長良川の水位が18.94メートルに達すると、閉鎖作業を開始し、水位が19.74メートルを超えると、完全閉鎖する。この立候全閉は、1976年9月の9.12、水害で、初めて実施されたが、2002年までは、 立港全平水位が19.86メートルに設定されていたため、2000年9月の東海豪雨では全閉ざされず、2004年10月の台風23号、2018年7月の豪雨に全閉ざされている。改築前のながら立港ながら立港大宮立港。ありがとうございます。